こんばんは。はい、AKB48 チームエイト、愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。ということでね、今日もショールームをやっていきたいと思います。はい、というわけでね、今日は何をしようかなというところなんですけど、まあね、今日も雑談なんですけど、何の話をしていこうかなっていうところで、今日もね、ちょっとここが絶好調にね、ピヨってなってるんですけど、あまり気にしないようにしたいんだが、気になっちゃうよねーっていうところなんですけど、自撮り用ライト欲しいんだよね。ちょっとね、暗くなるからさ、まあね、ちょっと電気をちょっとね、なんか電気がいい感じに当たるとこでやってないからっていうのはあるんだけどね、私が。そう、眉毛キリッてしてる？そう思う？なんでだと思う？メイクをしてるからさ。イエーイ。そう、メイクをしているからです。まあ、すごい適当にメイクしたんで、ちょっと確かに今日眉毛が濃いめです。そう、眉毛がね。そう、白 T、 今日はね、エイトのツアーファイナルの T シャツを着てます。猫舌かどうかって言われると猫舌だね。多分そうだね、暑いの苦手だしね。さあ、今日はね、ちょっとすごいスロースタートなんですけど、どんな話しようかね。
遊びに来た、ありがとう。こんばんは。うん、初見さんありがとうございます。ね、そう、もうね、こういう私はね、よくなんだ、ね、ショールームでもね、ぼーっとした時間が多いんですけど、はい、どうしよう、なんか特にね、今日話すことがなさすぎて正直そうなのよ、なんて言うんだろうね、本当になくて、なんかなんて言うんだろうね、これといってなんか今日はこんなことがありましたっていうことが全くないので、うん、どうしよう、やばい、何の話をすればいいんだい質問コーナーは、質問コーナーか、やってみる、質問コーナーって言ってもね、なんか、あ、待って目が、ツアーの裏話、どんな裏話すればいい？そう。え、難しい。ツアーの裏話ね。なんか覚えてるかな？どういう系が聞きたいんですかね？そう。まあでもなんかそうだね、ツアーの裏話ね、頑張ってたメンバー、それはみんな頑張ってたよ、楽屋で受けたこと、焦ったこと、なんだろう、楽屋では静か、うるさい、私がですか、時と場合による、でもなんかあんまり、なんかそうだな、ツアーファイナルの時とか特にちょっと本当に割とマジでご飯食べる以外にあんまり休む時間がなくて、いろいろやらなくちゃいけないことがいっぱいだったから、そうだね、ツアーファイナル中は割と静かだったと思う、うん、本当にね、ちょっとピヨってるのがマジで気になる、ちょっと口で溶かす、バイオリンは自分で運びます、そう、うん、毎回自分で運ぶ、でもあんまスタッフさんに持ってもらうってことないかな、怖いし、やっぱそう、うん、あの時めっちゃ慌ただしかった、
そう、まあツアーファイナルと、まあ、単独コンがあって、で私それ以外に本当にやらなくちゃいけないことがめっちゃあって、だからそう、なんかご飯食べる以外はずっとそれやってたので、うん、誰が一番ご飯食べるの早い？分からんね、私みんなとご飯食べないんだよね、結構一人で食べてたそう、一人で食べてましたご飯は。あんまりなんかね、なんて言うんだろうね、なんかすごい、あんまりなんかね、なんて言うんだろうな、まあこの状況だったのもあるし、なんかその人と対面、家族以外の人と対面して喋りながらご飯食べるってあんまりしたくなかったんですよ。そう、なんか並列だったらいいけど、あんま対面でさ、なんかペチャクチャご飯食べるとさ、今の状況だとちょっとさ、あんまりいい気しないじゃん。っていうのもあって一人で食べてた。そう、壁に向かって。うん。だからでもたまにね、隣で食べていいって言ったら全然いいよっつって。そう、私はもう前向いて黙って食べてたそう、でもだからそのまあこうなる前とかは全然なんかメンバーに混じって食べるっていうこともあったかな、あんまり覚えてないんだよねあんまり覚えてない。そう、家族とだったらまだあれなんだけど、なんかメンバーとっていうかその家族以外の人とだとね、なんかちょっとなんとなくってなるよね。そう、単独コンサートは何曲出たっけ？愛の存在を覚えダイヤモンド、サステナブル、ずっとずっと、法定速度で、猫アレルギー、ファーストキス、47、流れ星で、桜の花びらだっじゃない、桜の木になろう、10曲ね、まずこれで。で、あとはこれで10曲で、ちょっと微妙に、ファーストラビット、ラブトリップ、ハイテンション、オンリートゥデイで、ポニッシュ、君虹で、夕日、ファンレターで、終わって、飛行機雲、永遠に続くように、これで20曲22かな、おそらく。そう、単独の時初めて踊った曲は割とあったよ。例えば初めて踊った曲、例えばね、真夏のサウンズグッドとか、永遠より続くようにもちょっと多分初めて踊った、でもそのぐらいかな、多分初めて踊ったのは。うん、以上です。
842日、あ、ありがとうございます。うん、初見さんありがとうございます。で、15分経ったので一回ここでギフト見ますね。間違えたね。はやちゃんさんブーケ、松さんがウェディングローズ、はるにゃんさんがハート、かつやさんがハート、たまくにさんがウェディングローズ、かつやさんウェディングローズで、レディオスさんウェディングローズ、ありがとうございます。はーい、さて、あと何の話が聞きたいとかありますか？あんまりね、めちゃめちゃ前の話だと私多分そんなに思い出せないかもしれないから申し訳ないんですけど、私あんまりね覚えてられないんだよね。そう、あったこと、出来事をそんなには覚えてられない。ファイナルでルンバの髪の毛がサラサラで綺麗だった。そうなんだよね、なんか私も単独とかファイナルで見たんだけど、めっちゃサラサラだったよね髪。やっぱね、ちょっとあのメイクさんがね、やっぱ綺麗にしてくれましたよ。そう、愛媛公園の話、やべえ覚えてるかなさっきもねコメント、あの違う人のコメントにもあったんだけど、何の話すればいい、愛媛公園覚えてるかな、不安だ。そう、本当にさ、本当にさ、私覚えてられないんだよね。まあでも愛媛公園なんで話せる限りは話したいね。そう、楽屋でのこと？え、ごめん、正直あんまり覚えてないんだよね。なんかめっちゃね慌ただしかったことは覚えてるな。そうでもね全然覚えてないんだよねそう、え、なんかあるかな。なんかあの時もさ、めっちゃ忙しかったんだよねみんな。特にあの徳島の公演コンサートと被ってるメンバー多くって、そう、まあそれもあるし、割と当日普通に忙しくって、正直そう、私メンバー誰とも自撮りしてないぐらい、本当に誰ともは嘘かもしれんけど、マジで自撮りの写真が本当になくて、そう、自撮りの写真、誰かと一緒に撮った写真が本当になくてね。そう、そう、そう、みんなのと、みんなとは撮ってたから、でもこんな写真撮ったっけみたいな感じでいつも思ってて、で改めて自分の見ると本当になくて、マジで四国メンバーとお代理と撮ったっけっていうぐらいなんですよ。そう本当にね、そうなんですよ。いやでも楽屋でのことってあんまり覚えてないんだよね。なんかそう思うと私って何を覚えてるんだろう逆にって思ってくるんですけど、そう。でも打ち上げしたかったな本当。でも愛媛ツアーも終わったの遅かったんで、そう、打ち上げするような時間もなく、うん、それがめっちゃショックだった正直。そう本当にそう、打ち上げがしたかった。広島ではできたんですけどね、打ち上げ、そう、みんなでお好み焼き食べて、そういうことは覚えてるんですけど、
美味しかったな。愛媛もしたかった、うちはね。みんなに美味しいもん食べてほしかった。そう。めっちゃかなピッピだったよ。愛媛ツアーでの選曲のポイント、まああれはね、なんかセットリスト決めたっていうよりかは、そうだな、まあ私のやりたい曲の中から、あのなんか、まあスタッフさんが選んでいくみたいな感じだったんですけど、そうそうだね、まああのセットリスト、まあ中には違うのもあるけど、共通して言えるのは、まあ、もう一度私が踊りたかったみたいな、踊りたいと思った曲が入ってる。でもセトリ自体は考えてない。なんか曲は選んだっていうか、まあ、その私のこれやりたいです曲をもう順、希望、なんだ、希望順に送った。でもあの、ちょっと決めたんだよ。あの、一番最初の曲はこれにしてくださいとか、これは絶対このメンバーでやりたいですとか、アンコール1曲目はこれにしてくださいとかっていう風にしましたね。うん、そうだから、例えばまあ「ワンツースリーフォーよろしく」は、ちょっと今間違えない、「ワンツースリーフォーよろしく」は、まあこれはもう頭曲にしてくださいって言ったんですけど、もう一番最初の曲にしてって言った。そう、でもそれはやっぱりなんかあの曲ってめっちゃ盛り上がるじゃないですか。ああちょっと痛い。そう、そう、口内炎がね、私なんかできて治ってできて治っての繰り返しなんだよね。そう、痛い口内炎、今ここにできてんのめっちゃ痛いです。で、あの、そう、あれはもうワンツーシフォーよろしくはもう一番最初に持ってくるべき曲だなって思いました。で、アンコールは前のめりか。あれ、前のめりと夜公演なんだった？前のめりだっけ？どっちも前のめりだっけ？うわ、思い出せない。あれ？どっちも前のめり？あ、僕の太陽だ！そうだそうだ！うわー、そうだったねー。懐かしい。もうね、セットリストをちょっと忘れかけているという、ちょっとやばい事態になってるんですけど。でも、前のめりは、あの、アンコール1曲目にしてくださいって言ったんですよ。そう。で、なんか、それはなんでだったかな？あんまり覚えてないんだけど、でも、前のめりはアンコール曲1曲目にしたかったんだよね。そう。で、あとは、まあ、あとなんだろう。こだわりか。あ、でも、あれだね。それを言うと、8ブロックの曲のところとか、正直に言うと、徳島公演と愛媛公演って後半、割とね、中盤から後半ってほぼ同じ曲なんですよ。そう。それが私ちょっと嫌だったんですね。なんか全く一緒なのが嫌で。でも絶対連続で来る人がいるから、なんか、そう、絶対嫌だったの、私は。そう。でもやっぱその一週間しかないっていうのもあるからさ、まあそれはしょうがないのかもしれないけど、本当に流れが一緒なのってちょっとなんか嫌、本当に嫌だったんです、私は。だからそう、本当にもうスタッフさんとバトってそれでちょっと、いや変えてほしいですみたいな感じだったけど、そう、なんか、いや、本当に徳島とね、流れ、ほとんど一緒なんですよ、曲が。というか、あの、サステナブルからの暗闇とかは、もう広島からずっと続いてた瀬取りだったし、その、特に8ブロックは、あの、徳島と被ってて、丸被りだったの。しょうがないんだけど、私はちょっと嫌だったの。そう、だから、そこでスタッフさんとバトって、で、まあ、一曲だけ変えてもらった。リバーにしてもらいました。そう。そう、なんか、なんだろう。私が本当に、
私がお客さんだったら私はちょっとえみたいな感じになんかなんて言うんだろう、そうなるから、やっぱさ次何が来るんだろうっていうワクワクが私は欲しいから、なんかこれもしかして次の曲これかなみたいな感じでちょっと思われるのがちょっと嫌で、そうだからめっちゃ頑張りました。そうなんか本当はね、なんかメンバーがよくやってるなんかシングルメドレーみたいな、シングルメドレーじゃないけどなんかそういうのをしたかったんだけどね、まあちょっとねやっぱやってない子もいるからね、まあそれは確かにしょうがないなって思ったけど、そう本当にそこはバトりました。そうなんか被らせたくなかった、嫌だった一緒なのが、うん、そうなんですよ。うん、めっちゃなんかねえ、そうで本当1曲だけ変えてもらってリバーにし、ね、しました。でもそれで思い出したんですけど、まあ、結構あの徳島と愛媛で、まあ、同じメンバーが結構一緒だったんですよ。っていうのもあって、なんかそのだちょうどね結構その愛媛あれもどうだったかな忘れたんだけど、そのセットリが公開された時に多分メンバーはねおそらく私がすごいダンスバッキバキのマジ難しい曲ばっかり入れるって思ったのか、なんかあのえ他はそれ以上難しい曲はないないいや絶対あるでしょみたいな風に言われたんですよ。そうでも私はダンス曲ってほとんど入れなかった気がする。そう、うん、なんかその16人全員で出るやつとかはダンス曲なかったと思う。あったっけ、アマナシカバったぐらい。そう、マジでアマナシカバったアマナシカバったぐらいなのかなって思って、まあリバーはダンス曲って言われるとちょっと難しいところだからね、あれわかんないんですけど、そう、うん、うん、入れなかったね。なんか結構ダンス曲一回やって割と満足してたところはあるかな。いたー多分今のは聞こえたと思う。めっちゃ肩ボキって言った。びっくりした。びっくりした、ほんとに。やばー。バキリ歌が。あのね、こっちの肩が鳴りました。あ、ごめん、全然大丈夫。私結構ね、体バキバキ言うんですよ。ちょっとね、普通に痛くはないけどさ、なんかあの、バキッつったら、もう条件反射で痛いって言っちゃうのね。そう。やばい、めっちゃ面白い。あ、大丈夫です。まあ、こんだけ爆笑してるってことは、大丈夫っていうことです。で、どこまで話したっけ？ダンス曲の話だ。でもそう。あんまりねなかったね。うん、でもやっぱその今回のでもこの曲やりたかったなっていう曲もねいろいろあったんですけどね。そう、まあでもユニットで、まあ、ダンスっていうのかちょっと、まあでもダンスっちゃダンスなのかな、まあ、ユニット曲で割と入れたけどね。そうでも本当はあのアイドルはウェンニュニュの件は本家の衣装が着たかったの私は。でもちょっとねいろいろあって多分無理そうって言われて、ちょっとそれはショックでした、普通に。はい。そう、それでさ、それでもスタッフさんとめっちゃバトって、なんか最初前座にするって言われたんですよ。でも前座だったら絶対衣装着れないって思って、いや、絶対、このユニットブロックにして私はあの衣装が着たいですって言ったんですけど、
でもそう、着れなかったんだよね。あの衣装は着たい。うん、あの衣装は着たいです、本当に。マジで着させてほしい、あの衣装。本当に可愛いからさ。そう。その衣装が着れるって思ったんですけど、それでね、あの衣装さんに聞いて、これってあの本家の衣装じゃないんですかみたいな風に言ったら、なんか着れないみたいって言われて、うそんって思って。そう、本当に、うん。でも実はね、なんか愛媛ツアー一回なんか前座で二人曲を入れてたんですよ。でもそう、相手は決まってなくてって言い方あれだったんですけど、本当はね、私ず本当に一緒にやりたいメンバーがいたんですよ。でもそう、でもそのメンバー来られないから、じゃあ誰かとやりますかみたいな、スタッフさんゆきちゃんと一緒にやったらみたいに言ったんですけど、私はでもその子じゃないんだったらやらないですって言った。そう、うん、本当は呼びたかったメンバーがいたんですよ。でもね、呼べなくて、お手伝いとかでも呼べないんですかって聞いたんですけど、無理って言われたから。そうなんですよ。うん、なんかそう思うと割とバトったな。そう、そう思うと結構バトりましたね、スタッフさんと。そう、うん、なんか本当にずっとそのメンバーと歌いたくて、もうカラオケでもね一緒に歌ったぐらいですから。そう、秘密はサプライズ発表されたかった。そう、私がいない劇場公演だった。でもあの時ね、劇場呼ばれたような気がするの、一回。でも私が NG 出したから、まあ確かそんな感じだったから。え、でも私いたよね、あの時。あれ、じゃあなんだろう。いや、あんまり覚えてない。え、でもされたかったサプライズ発表ね。そう、私あのミッサーに言われて知ったのね。そう、本当は呼ばれてた。あ、でもそっか、じゃあなんか途中からは家にいたけど、なんか用事があったのかな。でも多分そう NG 出してたから、まあそれはしょうがないかって思うんですけど、多分ミッサーからね、なんか映像送られてきて、るんちゃんおめでとうございますっつって、なんだろうって思ってみたら、あのツアー発表だったっていうね。びっくりした、めっちゃ。いや、私もいつかあれが体験できるかなと思ったら、できませんでしたね。ショック。もうそうなんですよね、本当に。あ、でもワンツースリーフォーよろしくは、あの名古屋のイベントでやったんですよ。でも今思うとさ、イベントでさ、あの AKB 以外のその姉妹グループさんの曲やるって割と珍しかったなって今思うとあれなんですけど、でもそう、ワンツースリーフォーよろしくがめちゃめちゃ楽しかったからね、愛媛でもやりたいと思って。オーマイガーもやりたかったんですよ。沖縄ツアーでしかやんなかったけど、すごい楽しかったから。うん、まあでもグリーンフラッシュとかは本当にね絶対入れたくて。そう、あれがね、お昼公演と夜公演であそこの曲が変わるっていうのがちょっとね悔しかったんだけど、そう、グリーンフラッシュは本当にやりたくて、あんなにいい曲なのに全然やらないっていうのもったいなさすぎって思って。
そうなんですよね。うん、もったいないって思って。でユニットはなんか違う曲、なんか普段やらない曲やりたくて、でなんかかっこいい曲を一曲やりたいなって思って、あの月の裏側にしたんですよ。そう。うん、であと「Not Yet」はなんで入れたんだっけ、やばい忘れちゃった。でも四国の4人でやりたいって言ったんですよ。そうでも今回の四国メンバーでめっちゃやりたくて、ユニットいろいろ結構やれてよかったですね。恋愛禁止条例も良かったね。あれだよね、私の次にやってたよね。見てはないけど確かに。あの曲ね、なんかやりたいなって思った。何の時、茨城だったかな、やってたじゃん。なんかサビのさ、サビだったかな、なんかあんなに可愛い曲なのにさ、なんかすごい踊りがところどころねロックなのがさ、めちゃめちゃ不思議に思ったけど、そこが超楽しそうだからさ、やりたいな私もあの曲。そう、でもね、まだまだやりたいユニットっていろいろあるからね、ユニット曲。そう、あとアンクレットやりたかったんだよね、あの曲好きだからさ、まあ、できなかったんですけどね。ジッパーやってたっけ、どうなんだろう。私はそうユニット曲は自分の以外全く決めてないから、それはもうスタッフさんが全部決めたんですけど、ジッパー誰が出てたっけ、やばい全然覚えてないよ。そうアンクレットは希望したけどね、見事に弾かれましたね。そう、思い出はいつかどこかで片付けるつもり、彼の家までこのまま送ってくよ。あー、そのメンバーか、懐かしいメンツだ。なるほどね。なんか単語は覚えてんの、なぎちゃんがセンターだったよね。そう、そうユニット曲は私決めてない、あの自分の曲以外はもう全部スタッフさんが。でも本当はね、なんかいろいろユニット曲とかもね、確かに決められたらね楽しかったけど。そう、そうね、それできたら楽しかったけど、なぎちゃんが単語かって思ってめっちゃびっくりした記憶はあるかな。そう、
あと愛媛ツアーでお話ししてほしいことはありますかな？あ、でもめっちゃ苦労したのは何だったかな、アンコールブロックの時に、この涙を君に捧ぐやったんですけど、その時最初ピアノ曲でやってたんですよ。予想したいんですよみたいな感じ言われて、そういえばそうだったって思ったから、じゃあ音源でお願いしますって言ったんですけど、そしたらスタッフさんがなんか綾音に弾かせますって言って、嘘でしょみたいな。でも綾音はやったことないから、本当に多分めっちゃ練習してくれたと思うし、そう。でもあの曲の一曲難しかったのは原曲とキーが違ったんだよね。そう、多分なんか、多分ね、何かしらなんか、まあ原曲キーが違うっていうのは多分ね、いろいろそうじゃないとダメだったっていうのがあったと思うんですけど、そう、それが本当に大変だった。私原曲キー以外歌えないんですよね。そう、だからこれで合ってるみたいな、めっちゃ不安だった。そう、でもそう、だからそのピアノ曲なかったって、そういえばなかったなって思ったから、じゃあ音源でお願いしますって言ったけど、なぜかスタッフさんは綾音に任せるっていうね、そういうことになって、あれ音源 そのめちゃめちゃピアノにこだわってったわけじゃないけど、やっぱその時大体ピアノ曲が1曲入るからっていうのがあって、そう、まあでもね、夜公演普通に手のひら語ることはね、音源だったんだけど、そう。私本当に原曲キー以外で歌えない、なんかちょっと1なんか1音上のやつとか、なんかカラオケってさ、たまに原曲キーじゃない時あるじゃん、あれよくわかんないよね、どうなんだろう。でもやっぱ歌いやすい歌いにくいっていうのがあるんだろうけど、そう、私はなんかそれでして歌ったことがほとんどない。からめちゃめちゃ緊張した、そういう意味でこの涙は君に捧ぐわ。めっちゃ緊張しました。まあ、手紙ね、お父さんが書くとは思ってなかった。でもね、誰が書くかはあんまり想像できなかった、正直。そうだね、なんか誰が書くんだろうみたいな感じだった。友達かなみたいな 私めっちゃ友達とね、めっちゃ仲良かったから、そう、本当にね、なんか誰が書いても想像できなくて、正直。なんかそうだね、お父さん書くってちょっとびっくりだったけどね。そう、でもお父さんは綾音ちゃんがお代理に読んでほしかったって言ってたから、まあ、それが叶ってよかったねって思ったんですけど、そう、そう、私も最後まで正直誰からの手紙か分かんなくて、お母さんかなって思ってたから そうなんですよ お母さんかなって思ってたんで、絶対お姉ちゃんではないとは思ったんだよ。でもなんか、誰が書いたんだろうみたいな、わかんない、誰みたいな感じで
あ、でもまあこの流れお母さんかなみたいな感じだったからそうなのよ。そうだからね、ほんとお父さんだと思わなくて私もびっくりしたそう、みんなびっくりしたと思うんだけど私もびっくりした。そう、全然わかんなかったよそう、でもそうバイオリンのこと書いてたからお母さんかなって思ったの。普段バイオリンの練習私毎日し、まあその時はしてた、まあ高校卒業するまでは、まあ、高校3年生ぐらいになるまではまあ大体やってたんですけど、ほぼほぼ毎日やってない日もあったけどね、正直言うと。そう、でもなんかそうだから大体そういう時はお母さんが見てくれてたからそうなんかね、そうバイオリンやったよって嘘ついくの大体お母さんだったからそうだからそのやっぱちょっと練習嫌だなってめっちゃ思って、そうだからそのもう今日はお母さんがいない時にやったってことでいいやみたいな感じでそうちょっとねそういうことがあって、まあ、大体お母さんにバレるんですけどすぐ。だからそうだからそれも書いてあったからだお母さんかなって思ったんだよ。そう、そしたら違ったっていうね。そう絶対お母さんだと思ってた。そう、ニキビに当たってめっちゃ痛い。そうニキビもできたの。そう今ねちょっと口がねちょっとねやばいんですよね。痛い、痛いの大集合、早くなってくれ痛いの大集合だからね、早くなってほしいですね。うん、そう、でも絶対秘密話では泣かないって思った。絶対泣かないぞって思いました。そう、うん、なんとなくね絶対泣かないって思いましたそう、意地でも泣かんって思ったから、そうです。あ、でもそう、あの時ね佐賀のツアーの発表もしたんですけど、私なんかサプライズ発表するのが初めてじゃないけどなかなかないからね、そう頑張って隠してましたそう、でもその間ねミッサーとかもこの曲はやりたいんですよねみたいな風に言ってて、なんかセトリもこんな感じとかがいいですみたいな感じで喋ってたから、心の中で、うん、もうすぐやぞってミッサーもうすぐやぞって思いながらね鼻あ、そうなんだいいねみたいな感じで聞いてましたそう、まあ、そうとか、でも最初にね
なんか瀬戸利の話聞いてからなんかまあ佐賀でツアーやりますって言われて、おーやったじゃんミスターみたいな感じだったけど、そうでもね知らんぷりで、あーいいねみたいな、できたらいいねみたいな感じで、まあもうすぐやけどねみたいな感じで思ってそう思ってましたね。ね、あ、というわけでじゃあ今日はねここら辺で終わりに、めっちゃ急に終わるんだけど、ここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあちょっとギフトをねまずは読んでいきます。どこまで読んだかな、あれ、あでもそっか、おそらくまあここからちょっとあの重なってたらごめんなさい。レディオスさん、あ、言ったわ多分。ナナタさん、かわいい。桃の天ぷらさんが、ウェディングローズ。トモさん、ハート。TKHKG さんが、バラ。桃の天ぷらさんが、ハート100個。そして、はやちゃんさん、音符ありがとうございました。はい。というわけでね。はい。というわけでね、じゃあ今日も、その前、今日もとか言ったけど、あのランキング危ない危ない。13位から13位ケイちゃんさん、12位カラスのカオコさん、11位ライクベストさん、10位ヘコミーさん、9位桃の天ぷらさん、8位飯田ひろゆきさん、7位ななたさん、6位モノサルさん、5位ロミツさん、4位夏目さん、3位 TKHKG さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。私裸眼でやってるからね、そりゃもうね、あの目は悪いです。はい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。またねー。